アップル EMACE m a c はアップル社製のディスプレイ、本体一体型のデスクトップ型マッキントッシュ。17インチのフラットタイプの CRT ディスプレイを採用し、CPU は PowerPC G4 が搭載されている。e m a c の E は教育を意味するエデュケーションの頭文字の E である。もともとは教育市場を対象に開発。 販売されていたものを一般市場に投入したため、他のアップル社製コンピュータに比べて安価で最も低価格な機種が10万円前後で販売されていた。iMac が液晶とパワー PCG4 を搭載した新型となって15万円前後の価格で販売されるようになり、そのため穴が開いた価格帯を埋めるのに一般市場にも EMac が投入されたと考えられる。 教育市場向けには2002年4月に発表された。2002年6月からは一般向けにも発売されている。2005年10月12日、iMac G5 の発表とともに販売終了。2002年4月29日発表2003年5月6日。発表2004年4月13日発表2005年5月3日。 発表2004年4月頃から2005年6月頃までに販売された e m a c でシリアル番号の最初の5桁が以下の範囲に該当するのうち画像が歪んだり画像が乱れる表示されない電源が入らないといった問題が起きるものがあるためのリペアエクステンションプログラム最初に購入された日から3年間までが対象期間であったありがとうございます